はい、おはようございます。社畜くんです。よろしくお願いします。では今回はファイアレッドで、ポケモン一匹縛りプレイやっていきたいと思います。で、今回はこの子、はい、鬼スズメね。かわいい。忙しくあちこちを飛び回る。うん、体力は少ないがオウム返しを使うと手強い。体力少ねえのにあちこち飛び回んなよ。オウム返しを使わなかったら手強くないみたいじゃん。はい、まあ、30センチ2キロということでね、ちょっとでかくない？冷静に考えるとクソでかいな。手のひらよりでかいのか、まあ、鳩よりちょっとでかいぐらいですかね。ああ、いや鳩と同じぐらいか。まあどうですかね、鬼スズメ。特性は鋭い目。うん、まあ、鋭い目はね、正直結構ありがたいですね。うん、なんかこのファイアレッドってあれなんだよな、ライバルが毒され野郎だからさ、とりあえず初手で命中下げてくるから。あれひでえんだよなマジで。まあそれがないだけマシかな。はい、ぼんじり。ね、あそこで使いました、時矢の左で。まあ、次の鳴き声ね。まあ、だから、まあ、ここで、あ、倒せないか、さすがに。毒やめてね、とりあえず。今日も調子いいぜ。あ、しかもそのターンに受けんのか。今日も絶好調だな。ムカつくな、結構。どうしよう。キャタピーがいや回復した方がいいよね。うわ、うざい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 。まあ一応毒消しは買ってあるんでね。毒 30% ですよね。今日も本当に調子がいい。まあでも鋭い目だとな、そんなに糸吐けよし。ありがたいけど、もう自力の力でどうにかするしかなくなっちゃうんだよな。まあ、所属値 HP40。攻撃60もあるんだ。242と。3世代目って何匹んだ、わかんねえな。防御30。特攻31、特防31。その1はなんでさ、1にしたんだろう。どういう理由で1増やしたんだろうな。ちょっとレベル上げていこうかね。ポッポよりちょっと強いよとかそういうことかな。素早さ70。いや、でも特防はポッポの方が高いか。まあ、素早さの攻撃がちょっと高いですね。で、耐久が弱いと。まあ、ちょっと正直結構しんどいかなって思ってるんですよね。ピジョットの場合はさ、まあ、耐久が高かったので、まあね、粘って勝てたとこはあるけど、こいつはもう、物理攻撃で押せ押せじゃないといけないから、倒しきれない相手絶対出てくるよな。あ、メザパですね。まあ、岩地面タイプと電気タイプか。何にらみつける、あ、いいですね。あ、これは勝てるな。あ、でも違えわ。たけし岩石王子使ってくんのか。それが強えよな。あ、まあそう、電気と岩地面に対抗できる、まあ、地面タイプのメザパをもし手に入れることができたのであれば、余裕でしょうね。まあ、それが手に入んなかった場合ちょっと辛い。あ、電気はもうゴリ押していけるから、まあ岩地面だからね。さ、氷水でもまあいいかな、ワンチャン悪くはないを願いながら。まあでも問題はメザパを拾えるかどうかなんだよな。物拾いでさ、うん、物拾いで手に入るけど、この間ラッタの時は手に入んなかったんだっけな、忘れちゃったけど。まあ、あと一応追い打ちを覚えるんでね、岩地面タイプに使えるのか。岩でも追い打ち40ってことはさ、ドリルくちばし覚えるから80で120で60でしょ。じゃあドリルくちばしでええやんってなるか。
あと性格ね、性格身長だっけ、特攻下がって特防上がるやつでしたね。身長で合ってるかな。危ない。救助当たんなよ。ほら飛んどけよ。相手キムシなんだから。キムシじゃねえか、青虫なんだから。コントラスル体当たりあんのかな。なさそうですね。まあそうね、まあ、メザパーに祈りつつ、まあ、あとはゴリ押しと、まあ鬼ドリルになればね、そこそこゴリ押せるかな。あ、でも違うわ、鋼翼があるので、あれ鋼翼って拾えるっけ、どこで拾えるんだっけ。まあ忘れたけど、鋼の翼であれか、岩タイプはいけるか。じゃあ電気タイプがいいな。今なんかゼロのやつなかった、能力値何にも上がんないなったけど。まあそうね、地面か。いやだとしたら、うん、ノーマルタイプの技でご両押せばいいやって感じか。いけそうですね。いけそうかな。まあいけるんじゃないかな。あの2発で倒れや。でもさ、言うてさ、そんな、あの弱点がべらぼうに多いわけじゃないのか。氷と電気だけかな、岩か。あんまりされないもんね。いけそうだな。あれ、なんかピジョットってどうだったんだっけな、覚えてないな全然。なんかダメだったっけあいつ。あ、フェザーダンスか、フェザーダンスか。ちげえわ、攻撃力下げられるんだわ、思い出したわ。攻撃力を下げられてしまうから、攻撃力高くてもあんまだな。はい、ということで、この1万光年の人は一数手を使ってくるという暴挙に出たんでね、飛ばします。あ、大丈夫かな。まあ鳴き声詰めばいけると思うんですけどね。まあ素早さ下がっても残念って感じで。丸くなるしてきたっけ。できれば睨みつけるも積みたいけど、いけると思うって言ったけど大丈夫かな。一発でほくられる可能性はあるよな。あれ岩石王子ないの。強い、7も受けた。これはやばいですね。あ、ないっけ。あら、違ったっけ。イワークだけ、イワークしか使ってこないんだとしたら余裕ですけど。あ、そうっぽいな。4、オッケー。鳴き声なんか初代とちょっと違くない。4、オッケー。やっぱ鳴き声ちょっと違うよね。もっとゴツゴツか、ゴツゴツしいな感じだったと思うんだけど。丸くなるしてきちゃったか。うん、なんか声高くなった。まあ丸くなるね。まああとはにらみつけるを6段階分下げるので飛ばします。さすがにね。はいはい、ということで急所に当てられて負けました。いやこっちも急所3回も出てすげえよかったのにな。最悪だわ。はいはい、ということで、ちょっと多分このままだと勝ちがむずいので、レベル上げましょう。ちょっと思った以上にダメージを受けた。うん、結構高い水準の HP を保たないと、あれだった。あのたけしには勝てないんで、急所で負けちゃうから勝てないからレベル上げた方がいいよねっていうことで。いやでも丸くなるしてくんのかこいつも。おとなしく時矢の森であげるか。もう黙って負けようって思ったら急所2発でやられたわ。ちょっと時矢の森でレベル上げてきます。これ無理だ。はい、ということで2レベル上げてきました。うん、あ、これなんとかなんじゃないかな。これツツクから入ったらどんぐらい当たるんだろう。はい、あー2与えてそうだなぐらいか。丸くなればねツツクしちゃおうかな。
あ、いいじゃん。ラッキー。あー、丸くなるしてきた。こうしたら多分もう与えないもんね。そしたらもう鳴き声でいっか。まあ、あとは、何受けたんだ最初。6、7、8か。16以上維持してないと厳しいのか。すげえやだな。まあ16以下の時に急所受けたらもう諦めるしかないよね。結局このさ、鳴き声連打ってさ、そうなのよな。このたけし戦ぐらいだと HP20 回復するのにさ、16だから36以上ないとあんま使いたくないんだよな。あ、まあこの、まあこの時点で使っても使わなくても一緒だもんね。だってまあ確率が上がるか。まあそんな感じで、まあ鳴き声した後倒したいと思います。はい、ということで HP 減らしましたと。急所2回ぐらい出してくれてすげえよかったわ。相手が出さなければね、このまま。いや、どうする、これ倒した方がいいのかな。回復する、回復するか。幽敵傷薬はまだ12個もある、いけます。レベル上がってほしいな。はい、まあ本当はできればね、本当は13にしてから来たかったんだよな。乱れ好き覚えるから、うん、どうせ1しか与えないからね、乱れ好きあった方がいいんだけど。んで、イワークは鳴き声する意味あんのかな。まあ岩石打ちちょっと怖いか。あ、でも素早さ勝てるんだね、この12で。あー17かー。あー、これ、あー、ケラッキー。岩石打ちしかしてこない、もしかして。あ、してくるか、よかった。でも5も受けるんだな。我慢してくんないかな。我慢あるよね。あ、めっちゃ外す。めっちゃ外すやん。弱くて2メーターぐらいあったよね。まあでも避けれるか。逆にちっちゃいからね、こっちが。でも17ってことは岩石封じ急所で一撃か。よろしくないね、状況的には。まあでも頑張るしかないよな。頑張るっていうか願うしかないよな。俺がやれることなんか本当にないよ。もう数少ないよ。睨め、あ、かっこいいな、睨みつける。ファイアレッドの。睨みつけるというか下打ちみたいに見えるけど。俺がよくやるね。うん。ああ、や、嘆きっすね。下打ちめっちゃ外す。ぼんじりに。あ、名前ぼんじりね。うん、お尻のね、コラーゲンたっぷりと言って、一時期ね、女性のお客さんがよく頼んでいましたよ。そのコラーゲンが流行った時期ぐらいに。コラーゲン系って確か食べ物で摂取してもあんまり効果ないって言うよ。うん、確かね。なんか直接肌とかにやんないとあんま効果ないって聞いたことあるけど、どうなんだろう。食べ物系のコラーゲン入りはあんまり意味ないみたいな。あんまり意味ないだから多少あんのか。でもぼんじりとかだとさ、なんかコラーゲンのいい成分より油っぽい成分とかだから肌に悪そうだけどな。は全然わかんないけど。あとなんか知んないけど岩石封じ全くしてこなくなったね。なんでなんだろう。どういう AI なんだろうね。急にこいつ岩石封じダメだわってなったの。素早さ上回るためだけにやってんのかな、岩石封じって。素早さ上回ったらもうやりませんよみたいな AI なんかな。謎じゃないですか。結構体当たり急所でやられちゃうぐらいの。あ、でもこれもしかして傷薬使ってくるこいつ。え、だとしたらピンピン足らんくない。こんなツツジみたいなひどいことしてこない。1個目のチームリーダーから傷薬使うなんて非道してこないよね。たけしは何でも直ししか使ってこないと思っています。 OK、 よかった。やっぱ鳴き声とね、にらみつけるあればたけしは全然物理タイプの技だけでいけますよね。小学校の時から知っておきたかったです。6回まで詰めることとか、こういう技が役に立つということを。そしたらピカチュウもここで役に立てたのに。
電気ショックと鳴き声しかなくて、なんだこいつ使えねえって思ってたあの頃。でもあの頃ピカチュウ連れてなんか意味ない、意味あるかわかんないまま鳴き声連発してた記憶あるな。はい、ということで3番道路ね、行きたいと思います。思ったよりはやれた。もうちょっと耐久低いからやばいかなって思ったり、岩石封じねされてもっとね苦戦すると思いましたが、だから弱くの急所でやれると思ったけど大丈夫でしたね。このまま順調にいってほしいな。これでも霞行く頃にはもう鬼ドリルになるからな。20レベルで鬼ドリルだもんね。やっぱさ、俺さ初代やってた時ってあんまりこの鬼スズメって使わなかったんだ。トッポだったんだよな。なんか2、3周目からでも鬼ドリル派になったような記憶もあるな。やっぱピジョンが18ぐらいでなるのより全然20で鬼ドリルの方がいいよな。鬼ドリルとピジョットでそんなに力の差はなくない？そんでどうなんだろう。ストーリーだったら全然鬼ドリルでいいもん。はい、耐久がやっぱ低いからね。でも攻撃高いのいいよな。あと彩りがいいよね。うん、まあ鬼ドリルさんはね、あれ鬼スズメ、これ鬼スズメって初代進化なしでクリアした記憶あるんだけど、ってことはファイアレッドも余裕か。まあこいつは強いからパス。まあ数多いけどこっちから行こう。虫タイプだからね。あ、そうや、この下のトレーナーのとこにあれあるよ、身が隠しアイテムであるんだな。前回のさラッタの時に多少隠しアイテムの場所を覚えてないな。ミビの左上にモンスターボールがあるのは覚えてて取ったけど全然いらねえんだよな。100円拾ったみたいな感覚だな。相変わらず卑猥ですね。コクーンの硬くなるね。経験値うまうまですね。19で追い打ち覚えるけど、それまではもう乱れ突きもあんまいらんよな。3発以上当てないとつつくより弱いもんな。うん、なんか弱いな。特攻やば。まあ性格あれだからだけど特攻やばいね。13だってレベルより低いって本当に弱いやつ以外あんまないもんね。ああ、1残っちゃったか。飛行タイプが今一つで、ノーマルが当倍ってパターンってないよね、ほぼ。元気か。ひろゆき。論破してきそうな名前だ。うん。これ確かさ、これ身があるんですよ、どっかに。あ、オレンの身ね。そう、ここにあるんだよね。こいつはいい戦いなくて。オレンの実この時に手に入ったら結構いいよね。持たしとこうかな。いや、霞戦で使おう。あ、間違えた。上のやつから避けたのにわざわざ。まあでもミニスカート戦いたいよね。いやー、しゃがみたい。あの子の後ろでしゃがみたいですね。はい。女の子なあ。そういえば絶賛今さ錬金中なんですけど、まだ5日目なんだけど今日、まあ、今日ちょっと遅入りだからまあまだ助かってるんですが、あと5日もあるんだよな。あと5日、6日か。あー特性忘れてた。よくないな、よくないなこれ。まあいいよ、もうゴリ押すか。鳴き声か。毒にして鳴き声ってめっちゃ理にかなったことしてくんな。あーで2回下げてから攻撃ね。賢いじゃん。つつくじゃ落とせなそうなんで乱れ突き3回で勝てる。あちょっとおーい、いや俺はぼんじりを信じている。いけ。はあ？あ、まだわかんない、まだわかんないぞ。まだわかんないけどもう回復してる場合じゃないな。え、ちょっと外し。あ、よし、
3発当てれば絶対勝てる。あ、2発で勝てたかなんだよ。いや、つつくでよかったじゃん。無駄に死闘にしてしまった、みなちゃんね。もっと優しく勝負できない。いや優しく勝負した気するけどな。はい。あ、そう、絶賛錬金中なんですよね。で、最悪なことが起きたんですよ。11金かなんかで、まあ、耐えたんですよ、前半は。でも、後半のね、8月の3週目がまた全くシフト組めなくて、14錬金になっちゃったんですよね。マジでしんどい、これは。10金からの14金はちょっとね、萎えるよね、だいぶ。まあ、半球みたいなのあるんですけど。まあでも1日家にいたいよな。まあもうしょうがないよね。9月以降は多分大丈夫なんで、めちゃくちゃ休んでやろうと思ってますけどね。そのあたりは何の遠慮もなく、月10回休もう。9、10、11、12は。もう12月マジかじゃん。あと4ヶ月しかないのか、今年も。早いな。よし、理科系のとこ行こう。はい、ということで理科系のとこの前にね、このイケメンロケット団の下っ端行きましょうか。陰キャっぽいけどね。誰が言うてんのって感じですけど、よし、コラタ VS ボンジリね。尻尾を振るな。なんかこういうなんか能力下げ技やたら使ってくるな。んで次誰だっけ、ラットだっけ、あ、ズバットか、全然違った。あれ、この辺にラッタ使ってくるロケット団っていなかったっけ。吸血ね、全然大丈夫。今一つですね。あ、こういう微妙な時にあれか、乱れ突きでよかったか。どの道その次のターン続くで倒せるし、乱れ突き5回で倒せる時は乱れ突きの方がいいよね。うん、でもあれ外れるんだよな。異常にミニスカートに負けそうだったもんな。あ、うー、怒ったぞか。かわいいね。はい、まあこのかわいい子は置いといて。ほら、待てよ。あの、アイテム欄圧迫するんでマジでいらないから両方持ってってほしい。あー、こいつね。高校時代の俺にめっちゃ似てんな。メガネかけてなきゃバッチリだけどな。俺、視力はね、未だに 1.5 あるんで。メガネはかけてないんですけど。容姿というか見た目はめっちゃ似てんな。アタックね、8も受けたな。あ、出た、ほら、外れるんだよな、これ。毒ガス良くないって。あ、オッケーオッケーオッケー。外れの技ってマジ意味ねえよな。うわー、口から出してきた、きしょい。ちゃんとガスじゃん。トレーナーの方まで行ったけど大丈夫そう、自分。どうするこれ。いや、でももう回復か。はい。あー、まあ、悲しばりなんだ。うわ、あいつ乱れ突き当たらねえぞってことで、うつく封じとけば勝てるんじゃねっていう理科系の男発動した。論理的思考で俺のことを封じようとしてきている。あの、どうせビリリ玉だからさ、乱れ突きでいいじゃん。ほら、めっちゃ与えた。まあこれがあるから強えけど、2回かい。じゃあ3回と一緒じゃ。うわー、よくねえなあ。いや、でもまあ鳴き声すれば一緒か、実質。オッケー、鳴き声は出てしまえば嫌な音も搭載とまではいかないが、いけるはず。はい、ドガースの特性って何なんだろうな。ちょっとヤバそうじゃない、ダメージ。6になって負けるまで、あ、全然 6? こんなもん、こんなもんか。不毛って威力何 ?20 だっけ。うわ、毒ガス、うわ、なんかな。初代の時はこんな毒ガスとかあんまやってこなかった気するけどな。回復するか。はい、体当たり7も受けるな。不毛って威力15だっけ。え、そんなわけないよ。毒ガスそんな当たるかね。なんか当たんない印象あるんだけどな。でも80ぐらいか、命中。あんま知らんけど。
なるほど。はい、回復する。回復してあれなんですよね、毒消しなくなっちゃったんで、もうちょっとやばいよ、ちょっとやばいからね。もう1試合で3毒とかはないぞ、さすがに。4毒か。ベトベターでも毒になってるもんね。あっはははは。まあ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 、ギリ耐えるわ。大丈夫大丈夫。傷薬はまだね、5、6個あるんで。大丈夫でしょう。いや、苦戦したな。1試合4毒か。17と。あー、どっちから行こうかな。霞に勝てるかな。鬼ドリルになってから行きたいよね。こんな苦戦する必要もないしな、わざわざ。霞を、鬼スズメを連れていれば簡単に倒せるんだよってね、これからファイアレッドとか初代をやるユーザー様に、うん、教えてあげられる動画にしないと。いるのかな。この時計は使わなくてもいいか。はい、ということで花だね、行きましょうか。まあ、とりあえずライバル戦からですね。まあ、霞の方が強いでしょう、さすがに。ここのライバルは命中さえ下がんなければ大した話じゃないと思うんでね。はい。ここのライバルはさ、ポーズ的にまだあんま舐めてないよね。この次から異常に舐めてかかってくんだよな。あ、17レベル同士か。まあ、これはプレイングの差が出るな。あー、電光石火ね。え、待って、思ったより受ける。うん。まあ、そんな電光石火とかね、最初からしてるようではダメですよ。え、ちょっと大丈夫かこれ。え、絶対鳴き声だったな。負けちゃう。よし、電光石火来ない読み鳴き声。ちょっとやばいな。まあ、相手進化してるもんな、そもそも。よし、卑怯なやつめ。え、とかピジョットってそもそも進化するの18じゃなかったっけ。あもうなんでなんだよ。はい、めっちゃお金取られた。はい、ということで行きましょうか。あれ、ポッコってさ、鳴き声とかなかったっけ。風起こし、電光石火、そう、砂かけか、あの体当たりか。あ、ないのか。あいつ能力下げる技ないの。なんだ、脳筋か。こんな脳筋プレイでは俺には勝てないよ。うん。脳筋プレイしがちだけど。まあ、さっき脳筋プレイして負けたけどさ。よし。いい傷薬も買ったんでね。睨みつける入れて攻撃しましょうか。能力ね、まあ、こいつ砂かけがほんとだるいけど。いや、ちょっともう乱れずきちゃおう。おーい。乱れずき一発外しちゃったらもうダメだよな。はい、よし、急所出せ、急所。挽回しろ、5回出して。5回出せば許せる。許せるかも。あー、なん、うん。絶妙。絶妙に許せるか許せないかなラインについてきやがった。倒せ。あ、オッケー、急所今。多分ギリ倒せなかったんでちょうどよかったですね。で、あとは、あ、ほらったね。フラットだったらワンチャン乱れつき5回で倒せそうだけどな。あー、急所。いや、とか傷薬があと1個しかない。あー、もう体当たりにしてくれよ。そこはちょっとなんかダメージがひどいな、さっきから。さすが貧弱だな。貧弱なだけなことはある。あ、人影ね、人影にしたんだ俺。ピジョットにはしてるけど、リザードにはした。17も受ける。無理じゃん、もう負けた。急所5回で勝てるぞ。もう終わりか。まだわかんない。ほら、来た。あり得る。あるぞ。もう一回。もう一回急所。もう一回急所。あ。頑張ったな。え、ちょっと勝てないな。どうしようかな。まあ、回復アイテムいっぱい買えば。あ、お金全部取られた、多分。え？はい。まあ、エンターテイメント、エンターテイメント。エンターテイメントですやん。ちゃんとやろ。え、ちょっとまあケチって、正直星のかけらをね売らないで回復アイテムをね買うのを怠っていました。あー、電光石火結局来るか。もう大丈夫です。いい傷薬をね6個買えたんで
大丈夫でしょう。あ、それで電光石火の数が少ない。ありがたい。風起こしね。ずっとそれだけやっとけ。それだけやっとけ。おい。よし。8しか受けないからもう。いいぞ。まあ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 、8ね。絶対に急所に当たるなよ。よし、これで、つっとくでどんぐらいだ？はい。あ、半分いかねえんだ。じゃあ、乱れ突き3発で勝てる。当てれば。よし。はい。やってくれ！よし、俺来たー。こういうことですよね。乱れ突きって。当たればね。よし、18になった。まあ、出してくる順番も分かったんで、大丈夫でしょう。こうなったから13は受けないと思う。はい。よし、危ない！ギリギリの戦いだ。セーフ。で、あー、電光石火か。体当たりにしとこうよ、それは。いいぞ。んで、人影は、まあ、人影は一緒ですね。まあ、回復アイテムあれば勝てるから。ほら。あー、そっか、思ったより与えない。ポンジリ美味しく焼こうとしてる。わー、負けたー負けたー。クソったれだな。また有り金取られた。はい、ということで、コラッタ倒して、なんで最近やけどなんだよ。うん、悪いな。いや、どうしよっかな。睨みつける一回やっといた方がいいよね、多分。3回で倒すか微妙だったもんな。いや、あんま変わんねえ気もするけど。いや、でもこれ、やけどになったらマジで勝てないな。でも、ケイシーか、最後。ケイシーならいけるか。続く。あ、オッケー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 。いやー、2発でいけるよね。いけるよね。はい。え？いけたってやん、明らかに。半分やってたってば。だる。はい、ということで、コラッタ倒して、ちょっと怒ってます、今、俺。あれ、19でね、もうクソみたいな技、なんか外しまくってね、もう、首にしました。はい。なんだっけ？乱れ突きだっけ？うん。首です。はい、で、いや、でもこれやばいな。てか負けたかも。あ、16は負けたわ。傷薬がつきました。あら、勝った！わかんないかも。あはっ！え？いや、どうしよう、マジで。あー、いや、うん。マジか。金もなくなった。はい。ということで、金がなくなりました。スロットで10万負けたぐらいの気分。いや、6万以降かな。6万以降ぐらい負けた気分ですね、今。ちょ、待ってか。プレイが雑すぎるね。すいません、なんか。待ってもう。19になったんで、進化させましょう。不思議な目使えます。はい。ということで、もう進化ですね。ひでえな、結構。いや、申し訳ない、申し訳ない。いや、いいんです、いいんです。いや、別に回復アイテムとかいらないんで。進化しちゃえば。大丈夫か、本当に。進化して大丈夫かじゃなくて、進化して、だからといって、回復のアイテムなくて勝てんのかな。はい。さっきメタルクローでなんで負けた？開けるか。かっこいい。ミスズメの期間少なかったな。はい。鬼ドリルね。1.2 メートル。4倍になってる。38キロと。うん。大きな翼で大空を飛び続けることができる。すごいね。1日降りなくても大丈夫。100人乗っても大丈夫みたいな感じで。なるほど。まあ、もういけるよ。でも、ただ問題は傷薬が一つもないこと。え、これどうしよう？これ負けた場合どうしたらいいの？あ、一応あれだ。技マシンがあるわ。まあ、泥棒の技マシンがある。それ売ればよかったな。あー、まあ、うん。首長いとな。羽。羽移してやれよ。あー、まあ、そっか。なんか HP そこまで、あ、増えてないけど、なんかあれだな。ダメージは減ったな、だいぶ。でもピジョットでこんなにダメージ受けて大丈夫？オッケー。
羽落としてないとちょっとダサいな。ぼんじりなのにお尻見えなくなっちゃったし、やっぱ鬼スズメの後ろ姿が可愛かったですね。あー惜しいね。え、これ勝てなくない？いや電光石火マジか。人影2発で倒せないと勝てないんだが。あ違う、オレンの実があるな一応、だからどうしたって感じだけど。半分オーケー。今まで何だったんだよ。だからはい、ケイシーね、いけるでしょう。はぁ、あ、やっと勝った。なかなかのガバガバでしたね。よし、そしたら、いや、本当はさ、最初からこいつに勝って、ゴールデンブリッジで戦って、鬼ドリルになって、じゃあ、あとは、カナダジム行きますって締める予定だったんだよな。でももう鬼ドリルになったんで、まあ、ゴールデンブリッジはね、もう飛ばしてしまって、あと、秘密の力か、取って、花田ジム行きたいと思います。はい。はい。ということで、花田ジムね、行きましょうか。あ、そういえばさ、俺今、技変えたら、服が威力35だったな。ずーっと40だと思ってた。あんまりいらないね。でも、秘密の力を手に入れたので、ここからは、秘密の力無双ですね。あ、アニメーション飛ばしちゃったな。ああ、倒せないか。そっか。さすがの、鬼ドリルさんでも、この土佐金と一撃は倒せないと。25レベルだもんな。なんかレベルすごいな。うん。でもなんか、ゴールデンブリッジさ、一回では突破できなかったな。ポケ戦行く羽目になったよね。私のポリシーは水タイプを攻めて攻めまくることよ。脳筋ですね。私は、一匹で頑張ってクリアするですね、ポリシーは。ポリシーではないけど。はい。あ、そっか、アニメーション直そうと思って忘れてた。まあ、いっか。一撃。やっぱ鬼取り強えな。ドリルくちばし何レベルで覚えんだろう。青い位置抜群だけど、さすがに秘密の力ですよね。いや、すごい。余裕だ。余裕すぎるな。余裕すぎてちょっと気まずい。はい。まあまあまあ、そうですよね。まさかのかすみさん2発という。まあ最近ゴールデンブリッジをクリアするっていう工程を飛ばしていたから、あれだけど、かすみはやっぱあんま強くないんだな。初代の時はあんなに強く感じたのにな。そしたらもうサンタンヌ号行こうかな。サンタンヌ号のライバル戦、マチスまで今日はやろうかな。はい。はい。ということでサンタンヌ号ね、行きましょうか。まあ圧倒的になっちゃいましたね、急に。うん。まあ、一進化ポケモンはね、中盤は、無双してくれるんでね。こっから四天王まではそんな苦戦しないのかな。あ、出た、舐め切った態度。そんなよく舐め切ってられるな。行こう。まあ、ちょっと秘密の力がね、なんだこれ。今のボコボコにしたの、何なんだろう。これの状態上なんだ、ひるみかな。のしかかりのアニメーションか、今。まあそんなのを感じ取る前に倒してしまえばいいだけの話。ただそれだけのこと。はい。で、一撃でしょうね、これもう。もうユンゲラーか。これもうユンゲラーって考えるとこいつ強いんだけどね、本当は。まあ鬼ドリルの強さを分からしてやりましょうよ。で、ああ、さっきね、散々やってくれたから、はい。待って、マキか、やっぱ。うん。痺れろ。ああ、泣き声ね。こんなことをしてる暇はないですよ。ナメプで勝とう。はい。まあ、こんなに調子に乗らせていただいていますが、次ね、マチスか。マチスはでもなぜか知んないけど、電気技使ってこねえからな。いや、でも、ファイアレットってスパーク連打してくるっけ？まあ、わかんねえな。行きましょう。はい。ということで、クチバージム、行きましょうか。大丈夫かな？スパークどんぐらい耐えるかな？いや、そんなことよりも倒してしまえばいいだけだからな。あ、あれか。なんだっけ？なんとかの身持たせるか。身もね、サンタンヌ号とその辺に落ちてるのを拾えることができるようになったからね。
この辺はちょっと楽ですが、この6013どうする？いいか。こういう過信が負けるんだけどね。はい、ということで、クラボの実持たせて、まあ、10戦いきましょう。てかワンチャン一撃で落ちんじゃねえかな。どうなんだろう。ギリリ玉は倒せるよね、もちろん。はい、ピカチュウも倒せるけど、ピカチュウの静電気がやばいか。でもクラボの実あるからね。10万ボルト、あでも10万ボルトないんだっけ、スパークだっけ。スパークだったら67ぐらいあれば耐えるんじゃねえかな。無理。いやでも身長だから特防高いし。いけ、ほらやれ。オッケー、はい、勝ちました。でも電磁波入りってことは多分一撃で負けないですね、これ。うん、クラボの実。はい、あれやばいぞ、静電気されたらやばいぞ。これで麻痺させればいいだけか。急所、あー、勝ちました。地味な試合、めちゃくちゃ地味な試合だったな。はい、まあそんな感じでマシさんも勝つことができたと。よし、まあそんな感じで今回はこの辺りで終わりにしようかな。うん、ファイアレッド一匹縛りプレイ鬼スズメバージョンね、よかったらよろしくお願いします。はい、そんな感じでいつもご視聴ありがとうございます。コメント高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。